ここ2日間ぐらい瀬戸康史の声真似の動画出したんですけど、まあ、瀬戸康史戻ってきたいとかっていうのがあるけど、なんか高校の友達に瀬戸康史が好きだって言って俺が盛り上がってたけど、俳優に瀬戸康史で一人テンション落ちてたっていう思い出があったわ。はい。